どうもー、伊達ちんチャンネルへようこそ。伊達ちんでございます。本日は、かっぱ寿司で1万円食べきりまで買えません。かっぱ寿司にやってまいりました。で、本日はね、まあ、1万円でございます。まあ、1万円というね、かっぱ寿司で1万円というと、まあ、大体100皿ですよね。まあ、100皿だと、まあ、縦地もいけるかどうかっていうのをちょっとわからなかったんで、今回ね、カメラマンの斉藤くんとね、一緒に、今回1万円食べきるまで帰れませんやっていきたいと思っております。それでは、かっぱ寿司に行きましょう。1万円食べるまで帰れません。ここまで1万円食べるまで帰れませんね。まずは、お味噌汁、茶碗蒸しね。カニ蒸しなら正直いくらでも食べれますよ。カニとこれこれでカニも取らせたで、俺もそれ。お味噌汁、ブリカマ、カニ塩、それこの2つなんでしょう。ご注文いただき、はい、ありがとうございます。寒ブリがおすすめ。寒ブリは変顔です。食べます。ご注文いただきありがとうございます。承りました。はい、じゃあね、まずはカニ汁いただきましょう。暑いですか。暑いです。外はね、冬の寒さ、すごい寒かったから。じゃあ、お味噌いただきます。うまい。いいですね。茶碗蒸し、茶碗も。うちの茶碗蒸しは何なんですか。何だ、このカニ。ただのカニ。うん。縁側、頑張れ、縁側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 、応答行きたいと思います。はい、ごめん、上部長になってるから。今日畑頼むごめんなさい。何だ、これ結構足りないじゃん。サーモンとかエビとか、はい、もうわさび3分の2注文したかった。注文した。いや、食べればいい。何ですか。で、あんきも。あんきも。あんきも。赤貝。なんで、なぜなんですか。赤貝。赤貝、二つ目。ゆっくりですか。サボ。そろそろ本気出すか。炙り系は地獄じゃ。炙りは美味しいですよ。でも炙りは地獄だよ。うまいものをいっぱい食べたい。炙りは地獄だよ。サンマだ、サンマ。あ、サンマ。まずカヌーお願いいたします。はい、アジ、アジ、カツオ、カツオ、カツオ、見てない、ビントロ見てない。何、何の真似をしてたのか分からない。まあ、サザエさんね。サザエ。カツオ、カツオはカツオって言わないです。タラちゃんかとよくわかんないよ。たたき、ウニ、ウニ、ネギトロ、ネギトロ。たたきは柔らかい。咀嚼の回数を減らして満腹中枢を刺激しない。せこいね、せこい、せこい。縁側、縁側つける。ヘロネギ、ヒラメ、ヒラメ、またビントロです。ゲソ、ゲソ、ゲソ、ひかけそう。はい、かくさ、15サメ、ビンチョマグロ、16サメ、カン、ヒラメ、カン、ヒラメ、17サメ、カン、ヒラメ、カン、ヒラメ、カン、ヒラメ、厳しくなってきた。厳しくなってきた。お茶に逃げるの良くないから、ちょっと味噌汁に逃げる。今ね、5,800円、もうちょい。今の天ぷらとか見て、出ておれる無理なんだよ。お客さんの天ぷらをガーッて流れて、天ぷらじゃ絶対無理やろ。前半はただ食べたいやつを食べて、今後悔してる。
ホッキ貝。貝はね、黒ミル貝ですよね。黒ミル貝ね。黒いところがいいね。ほぼみんな真っ黒。なぜない。これなぜない貝だから。シラコ。ね。うん。始めしろ。うん。黒。ラッシュだ。サーモン。サーモンピンクがいい。サーモンピンク。結構大ダメージですね、サイトビーバー瀕死の状態です。なかなか入ってこないですね。喉、喉通らない。これ難しいんですよ。マグロ。マグロ、美味しい。美味しくないわ。美味しいよ、美味しいよ。最初だけ蔵飲み込めればそれでいい。ビンチョウマグロ、一気に食べていくよ。あんま、ビンチョウマグロ、サイトくんね、イクラはそうやって食べるもんじゃないんだよ。イクラもね、イクラのね、粒をね、ずつずつ食べてます。サイトくんで、サイトくんね、今天井眺めてます。すげえすげえ天井眺めてます。さらにピンチョマン、じゃあどうだ、カニ尽くし。うん、うまい、カニうまい。でこれ怖いわね。うん、怖いわね。これ外やばそうですよ。外やばい。斉藤君このぐらい、このぐらいってます。カジンさんもこのぐらいってます。こんなってます。生エビ。生エビ。美味しいんだから飽きんだよな。大好き、ビンチョウマグロ。ビンチョウマグロしか食ってない。ビンチョウマグロしか食ってないよね。はい、かどうか。カチュー完備。うごわうごわ、ついに限界に来てるんですね。キリンさん、これでエビ。だいぶ前から限界で来てる。だいぶ前から限界。ロッカー乱れ食い、いくぜ。オッケーオッケー。30粒食べてます。はい、すごい。サンマ入れてないよ、サンマ。うずいか、中トロ。もう厳しい。お茶ばっか飲んでくるようになると思ったね。でそのお茶の次は水がきますね。すごい、すごい。カメラにこっち映ってないけど、中トロ来ちゃいました。いやー、お腹がいっぱいになってくるともう魚のこう生臭さがすごいきついんですよ。最初は全然気にならないのに、わさびと醤油をたくさんつけてごまかす。切り札、ぶどう、結構多いな。皮むかなくていいやつ、むかなくて食べれる。金なしのデザートが散りました。あとカツオと丸ごとブドウ。カツオとブドウ、どういう組み合わせ。注文、もう限界に近づいてきまいりました。最後私カツオ。最後いけるんですか。いきますよ、許せんちゃん。もう時はいい、時いい。ウェイ、デザートはイチゴパフェ。元気ないぞ佐藤。あれは元気ない。剥がれんパフェね、トラババフェらしいです。厳しい、重い。いかにブドウがいいかな。あー、よし、満足。セット君、いよいよね、ラストのパフェ、なかなか進んでません。パフェ好きじゃないかもしれない。ちょっと飲むなよって話。今年で一番好きなメニューが決まりました。これ。何それ。丸ごとブドウ。ブドウかよ。癒される。プリンも本当は好きじゃない。生クリームも好きじゃない。大丈夫ですか。ブドウ。貴重なブドウ取られるところだ。はい、それではね、注目の会計ボタンを押していきたいと思います。はい、まだ値段は秘密でございますけれども、行ってみましょう。お会計ボタン。よろしいですか。はい。さあ。一体いくらでしょうか。はい、ということで今回カッ
ぱ寿司1万円食べるまで帰れません。結果の方の発表でございます。斉藤君、それではお願いいたします。じゃんじゃん、はい、合計は1万320円。1万320円で1万円食べることができました。はい、ということでね、なんとかね、このかっぱ寿司でね1万円食べることができたんですけど、さすがに100皿ちょっと無理でしたね、はい、100皿ちょっと無理でしたけれども、こんな感じで私どもで、何とか食べましたけども、結構ね後半きつかった。きつかったですね。後半きつかった。もう当分お寿司は見たくないです。まあね、もう皆さんね、かっぱ寿司って108円で結構安いところもありますしね、旬のネタなんかも入ってますからね、皆さんはね、かっぱ寿司で美味しいお寿司を食べてね、いただきたいなと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、たてじんチャンネル、またパソコンで、ね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタンを押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。